久しぶりの渓流だからね。うわ、なんか泥だらけだな、ここ。よいしょ。今年、渓流、初渓流じゃない、今日。多分。もう9月なのにね。9月なのに初渓流。一発、大物狙い、できてます。まだお月さん出てるよね。今まだ多分5時ちょっと過ぎあたりかな。5時ちょっと過ぎたあたり、うん、そんな感じです。今日もね、一匹でもいいから釣れればね、いいかなと思って来てます。ちょっとしばらく上がってきたけど、ここら辺からちょっとね狙っていこうかな。ここら辺いいよね、流れが。いるかもしれない。出ちゃった。結構水深あるよ、ここ。魚は見えてないな。やっぱり濁ってるね、今日ね。濁ってる、水。魚は追ってないな。魚は追ってない。もう、うわ、やべ。一番いいとこに入れちゃったよ。ヒット。あー、バラしちゃった。あー、いい風だったのに今。あー、バラしちゃいました。やっぱりシングルフックだね。バレちゃったね。くそー。今のまあまあの風だよ。多分27、8ぐらい。いたね。27、8があったね、今ね。いました。ついに魚見えました。シングルフックだな。かかり悪いんだよね。トレブルじゃないからね。でも、シングルフックって決めちゃったからね、自分でね。まあ、魚が出てくればね。うん、まあいたのは分かったから期待持てるかもね。今日いましたね、いい方のやつが。結構太ってたね今ね。100ぐらいあったかもしんないな、ひょっとしたらな。鹿の足跡はいっぱいあるね。鹿と、なんだろうこれ、あの、キツネがな、今日朝いたからな。これは鹿だね、完全に。鹿と、そんなに大きい鹿じゃないね。なんか、今さっき行ったような感じだな、これ。
はい、ヒット。うわー、君かー。まあでもありがとう。でもありがとう。はい、サンキュー。まあね、小さくても一匹だよ。ありがとう、出てくれた。大した大きさないけど、何センチ？ 23 センチ。はい、23センチです。ありがとうございます。まあ、23センチでもね、出てくれたからね。はい、サンキューです。十分です。オスだよ。でもこれオス、ほら口がね。はい、ありがとうね。あ、いったいった。ヤマメです。ヤマメちゃん出ましたね。23センチだったけど、まああれしかいないのかみたいな。もうちょっと大きいのいると思うんだけどね。この流れの中だよね。でもやっぱりいるんだよ。なかなか出てこないだけで。がっちり出てくれたね。でも尻尾の張りを食ってたもんね。では冬は悪いんだよね。今の見えた？魚だった。あー、軽く尻尾をつまむような感じの食い方だった。魚でしたね。もっとガンと来いよ、ガンと。くそー。魚でした。ふっと抑えたぐらい。やられた。いそうだけどね。はい、ヒット。はい、ヒット。あー、バレました。小さいけどね。あれは15センチぐらいかな。今のは15センチぐらいだったね。すごいね。でもそれでも果敢に追っかけていくんだから。15センチぐらいでした。バレました。
さあ、いい感じのとこ出たんじゃない？いいね。あそこなんかいそうだね。ほんと濁ってんな、今日。あ、ヘイト。はい、ヒットしました。はい、ありがとうございます。おや、イワナだ。イワナだ。イワナでしたね。ありがとうございます。うわ、結構ね、重量感ある。抜き上げちゃったけど。重量感あったね。抜き上げちゃいましたね。よし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 。抜き上げちゃいました。いい感じ。よし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 。大きさ的にはね、まあまあ何度 ?25、26 ぐらいあるな。25、6。うん、私の手は23なんで、多分ね25、6。ほらね、25、6はあると思います。よかったね。まあまあイワナだったね。やっぱりこの水の色だとイワナね、釣れるかもね。この河川はね、ここら辺からね、イワナ釣れるんだよね、実は。じゃあ、リリースしますね。お、入った。はい、行きました。ありがとうございます。また下くぐっていった。よいしょ。さあ、終了ですね。いやー、初渓流だったね、今日ね。渓流、ほんと来れないでいました。今日初渓流で。まあ、ちょっとね、大物ばらしちゃったんでね、あれ釣ってればね、もう万々歳だったんだけどね。次回ね、来れるように、日程の方、なんとかね、調整できればなと。まあ、あとは天候次第なんだけどね。そんな感じです。今回もね、最後まで、ご視聴ありがとうございました。